ございます。すごいな。ちょっと髪の毛もボサボサで、まだメイク前なんですが、今ですね8時半過ぎなんですけど、小網さんを保育園に送り届けて今からお仕事です。で今日はですね、いっちゃんが出張でいないので、久しぶりに朝から夜まで動画撮っていきたいと思います。ちなみに今日ね、朝から動画をね家で撮ろうと思ったんだけど、すごいバタバタしてて、その理由っていうのが、いつもね鍵は家に着いた瞬間に同じところにかけるの、でもなくて、なんでないの、鍵がない、鍵がないってすごい探してて、だいぶ探した後にもしかしてと思って外側のドアの方行ったら、昨日の夜から差しっぱなしでした。もう危なすぎますね。昨日の夜もちょっと遅かったんでぼーっとしてたみたい。ということでバタバタな一日だと思いますが、撮っていきたいと思います。もうすぐお仕事着くので行ってきます。レッツゴー。ありがとうございます。着きました。おはようございます。お願いします。着きました。じゃん、スタッフさんです。勝手に写しちゃった。スタイリストさんです。見て、じゃん、ネイルが一緒でした。すいません、朝から。じゃあちょっとメイク行ってきます。メイク中です。なんだろう、花粉終わってるのになんか痒いんだよな。この間やばかったんですよ。寝てて、いっちゃんが結構夜に帰ってきてパッて起きたんですよ。起きた瞬間鼻痒くて、こうやってね爪でこうやって嗅いでた。そしたらめちゃめちゃ鼻血出たんですよ。大丈夫、何もしないで出る鼻血って危ないよって言われたけど、ゴリゴリ鼻ほじってたから。じゃあもう弱ってる。そう、いつもあのスタイリストさんが前日にね、多分15着ぐらい写真を送ってくれて、その中からどれか着たいのありますかって候補4つぐらい選ぶんですよ。すごいやってくれますよね、ちゃんと。これもいいですね。はい、春らしくて、春らしくて可愛いです。ちょっとこれ着てみます。アクセサリーはこんな感じです。え、どうしよう、いつもメイクさんと一緒に決めてる。スタイリストさんじゃないんだっていうね。2本目の衣装に着替えました。耳はこんな感じです。ちょうど打ち合わせに呼ばれたので行ってきます。はい、お仕事が終わって今保育園のお迎えに向かってます。もうすぐ4時っていう感じですかね。いやー、この時間ぐらいに終わるのがね一番最高です。しかもね、今日仕事でお酒を飲みながらの収録だったんですよ。なのでちょっとね 1,2 杯飲んで気持ちがいいです。ちなみにね、ウェブカメラで保育園の様子が見れるんだけど、遊んでますね。はい、早くお迎えに行きます。ここまでは割とゆったりした時間、ここからがねバタ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 する時間になると思います。はい、商品紹介してください。商品紹介、すごいね、そんなこと覚えたの。商品紹介して。はい、わかりました。商品紹介じゃないんですが、保育園行ってからお家帰ってきました。ちょっとね、あの部屋が汚くて変なアングルなんですけど、やばい、お家のことやんなきゃいけないしさ、娘のご飯作んなきゃいけなくて、私はねさっきの仕事現場で結構食べたからもうお腹空いてないし、今日いっちゃんいないし、小網さんのものだけなんで手抜きしちゃおうかなと思います。うん、美味しい。これね崩れちゃうからママ持ってたらいいよ。はい、うん、美味しい。ねえ、あなた私すごい自分を見てるみたいだった。味はどうですか。美味しい。どう美味しい。手につかなくてよかった。ねえねえ、ちょっとごめん、ティッシュ持ってきてくれる。ティッシュ届く。届くかな。2歳の子供にお願いするっていうね、そのぐらい。なんかね、今日やっぱお酒飲むとすごいほろ酔い気分になって気持ちいいんだけど、家に帰ってね現実を見てねやること、はい、ありがとう。どうして。そう、家に帰ってね現実と向き合うとやっぱりね飲まない方が一日をやり遂げる。もう結構今だって、頭肩ってわかる。わかんない、何それ。あのね、うん、プリンセスの歌。プリンセスの歌って何。頭肩作ったでしょ、さっきと違うじゃん。はい、おむつ持ってきてください。今小網さんどさくさに紛れてうんちしてた。ねえ、なんでなんで脱ごうと思ってるの。その前におむつ持ってきて。
ちゃんと持ってきて。あー、ダメダメダメ。体だんだん。体だんだんじゃない、持ってきて。ねえ、恥ずかしいよ。見せてみたら、ここちょいで、そのまま。見て。恥ずかしい。こんなことずっとやってるよ。なんだよー。ねえねえ、ちょっと牛できない。うんちしてた、やっぱり。はい。はい、今日の小亜美さんの夜ご飯は、納豆ご飯パックに入ってるものを買ったハンバーグと、きゅうりと大根の浅漬けです。以上。すいません、すっごい手抜きで。ちょっと今日は手抜きしよう、時間ないっていう時とかは、こういう風に簡単にできるように、浅漬けは今日の朝行く前につけておいて、ハンバーグはこういう風にさ、なんか真空されてるパックみたいのをストックしといて、こういう時に使えるかなと思って、置いております。はい、じゃあ何してるの？うん、アメルちゃんにご飯あげてたの？あげてなかったの。え？私もお腹空いた？私もお腹空いた。はい、じゃあ食べましょう。はい、いつもの位置に戻ってきました。イエイ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 。もう一回戻ってきましたって言うの？うん、もう一回戻ってきましたって言った今。はい、今は小亜美さんご飯食べてます。どうですか？おいしい。イエーイ、グググググ。ね、このハンバーグさ、超美味しかった。あの、成城石井に売ってる8個ぐらい入ってるミニハンバーグがすごく好きで、めっちゃ美味しいの。それで煮込みハンバーグしたりとか、なんかちょっとソース作って絡めたりとか、ビーフシチューのハンバーグにしたり、すごい美味しいんだけど、時間ない時ってあるじゃん。でも子供がすごいハンバーグ好きだから、一から作る日もありつつ、時間ない日はこういうものに頼ってます。いやー、ちょっとね、もっとね、細かく撮ろうと思ったんだけど、全然撮れなくてすいません。もうこの後の流れ的には、ちょっと遊んでお風呂入って、で、小亜美さんは8時までに寝ようと思ってます。すごい飲むじゃん、お水。全部飲むの。全部飲むの？お水がさ、一番好きなんでしょ？じゃあお水が1位だとしたら、2位は？2位はハンバーグと。いや、ハンバーグとお漬物が好きなの？ほんとね、お漬物大好きなんですよ。私、浅漬け毎日やってるかもしれない。浅漬けは、一からね、やったりとか、塩もみだけとか、あとごま油とやったりとかするんですけど、小亜美さんは基本的に超シンプルなので、無添加の浅漬けの素っていうのがあって、それを使ったりとか、あと塩もみとかですね。一個ちょうだい。いいよ。いい？大根、こんな感じ。大根もピント合わないじゃん、ちょっと待って。こんな感じ。ねえ、昨日さ、パパとお風呂入ったじゃん。その時にさ、ママお風呂でかけるクレヨン置いといたの分かった？分かった。何描いたの？カレーパーマン描いたの。ちょっと待って、あれカレーパーマンだったの？パパがね、黄色でめっちゃ怖いドラえもんみたいな描いてたの。それが消えてなくて、今日の朝シャワー浴びようと思ったら、うわーってなったの。あれカレーパーマンだったの？パパ下手だね。うん。ねえ、洗濯物畳む？肌着やってくれる？あれ？ハートのさ、上がないね。今日ママとお揃いで一緒にハートしようかなと思ったけどさ。あ、オーラが湧きました。いることは、いることはって言ったよ。何それ？なんか小亜美さんの言ってることをね、理解しようって思うんですけど、難しいですよね、言葉全部理解するの。理解してあげたい。なんて言ってんだろう。はい、ママ終わり。ここ置いてください。はい、いい、わかった。置いてくる。靴下。じゃあ靴下そこ置いてください。ママ後からやります。はい、これも置けますか？はい、落とさないでくださいね。おー、イエーイ、ダッチ。じゃあお風呂行きますか？消しちゃいますか？あ、じゃあ今からお風呂入っていきます。紹介しようか。うん、これ、うん、お風呂に入ったらまた来ます。いつか、バイバイ。はい、お風呂から上がりました。無事お揃いのハートのパジャマがありました。ね、見せて、ハートのパジャマ。ちょっと待ってね。うん、これ片付けしてから。え、えらいじゃん。片付けするんだ。ありがとう。じゃーん、イエーイ。一緒にやろう。せーの、イエーイ。置いといて。これ置いといて。はい、せーの、イエーイ。ミニちゃん。ミニちゃん。うさぎさん。うさぎさん。
ツネさん、キツネさん、ゾウさん、ゾウさん、あと何ある？お花長いでしょ。そう、お花長いでしょ。はい、ちょっと話それたんですが、顔のスキンケア終わって髪も小波さんも私も乾かしまして、で今あの裸の状態で全体にローションを塗ったんですけど、このね、このね、この小波さんが持ってるのはおもちゃのポテトなんですけど、このねパイナップル豆乳ローションプレミアムっていうのをちょっと前にいただいたんですけど、これを毎晩お風呂上がりに使ってて、これねムダ毛ケアができるローションなんですよ。もちろんパイナップルの香りはしないです、全く。でサラサラした感じのテクスチャーなんですけど、まあ、これを私さっきお腹とかちょっとお尻とか裏の太ももとかに塗ってきました。お腹とか背中とか手とかやるんだよはい、小網さんは塗ってないんですけど、これ小さいお子様にも使えるっていうやつなんですよ。だからその小学生とかがさ、最近胸毛気になるとかっていう子やっぱいると思うんですよ。最近の子ってやっぱ早いじゃないですか。そういう時のパイナップル豆乳ローションプレミアム使うと胸毛ケアできるっていうものなんですよ。しかもね、美肌ケアの成分がちゃんと入ってるから、これ塗るだけでちゃんと保湿もしっかりできます。ハリとかツヤとかね、そっち系も OK です。20代前半ぐらいの時に全身脱毛をもう完了してるんですよ。なんだけど年月が経ったからなのか、まあ妊娠出産とかでホルモンバランスこう変わったのかわかんないけど、やっぱねちょこちょこ生えてくるんですよ。膝とか一番びっくりしたのは顎ひげ。だからね今もこういう風にケアしてるんですけど、え結構あるよね。男性ってさ、女性って毛が生えてないものだと高校生ぐらいの男性って思ってない？男性っていうか男子、意外とね女子の方が気になるよね、こういうの。しかも私さ指とかも気になるの。足の指もそうだし、私は指とかやるんだけど結構さこういう二の腕の外側とかって自分で見えないじゃないですか。もうすぐもう夏になってね、ノースリーブ着たりとか薄着したりするときに、なんかちょっとね肌見せしにくいなっていう感じだと嫌じゃないですか。だから嫌じゃないですかだからこうやって塗ってます。はい、小波さんは塗ってる真似をしてくれます。こうやって私みたく顔の産毛とか気になってる人も顔でも使えます。私はこの首のところにやっときます。首とかね、顎の下とかって意外と産毛生えてるから、そうだからちょっとね、あの男性のひげ剃りのケアとかにも使えます。はい、塗り終わりました。これね3ヶ月を目安に毎日ね、あの塗ってると効果実感しやすいみたいなんで、まあ、私はまだね1ヶ月も経ってないので引き続き塗りたいと思います。あ、ちょっと待って、肘もやっとこう。今思い出したけど、うちの弟、5個下に弟がいるんですけど、弟が多分中学生ぐらいかなの時に部活で両膝を思いっきりこけてすりむいたの。血だらけレベルで。こけちゃったの？そう。そしたらね、その後膝だけめちゃくちゃ毛生えてきたので、どうして？そう、どうしてって思うじゃん。だから肌って傷ついたりするとやっぱ毛が生えてくるようになるみたいなんですよ。で本当に膝だけめちゃくちゃ生えてたのそれをね思い出した。だからその美肌にしておくとこうムダ毛ケアもできるから、あの美肌ケアとムダ毛ケア両方できる、これをおすすめですということです。はい、じゃあ歯磨いて寝ましょうか。今歯磨いたよ。あ、ごめんそうだ忘れてた、ごめん間違えちゃった。ということでもう寝寝します。おはようございます。なんと朝です。昨日ね小網さんと一緒に8時に寝ちゃったんですよ。そのまま寝落ちしちゃったので、本当は小網さんが寝ましたっていう動画を撮ろうと思ったの。あの気づいたらもう朝でした。正確に言ったら深夜に1回ね目覚めたんだけど、うわ寝落ちしてるじゃん、でもダメもう眠いみたいな感じで一緒に寝ちゃって、ほんとね眼鏡つけっぱなしで寝ちゃったからね、ここにすんごい跡がついてるんですけど、まあ、たまにねこういう日もあっていいかなっていうか、こういう日があった方が体力回復するの。だから私も多分10時間以上寝ました。はい、いっぱい寝たね、うん、ね、はいということで小波さんは今メルちゃんのお世話をしてるので、今日はねお休みだから、でしかもパパはもうちょっとで出張から
帰ってくるのでまったりしたいと思います。それでは今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。